現在、日本主導で開発が進む次期戦闘機開発計画については、軍事マニアの間では外せない話題だよね。2035年の配備開始をめどに F2 戦闘機の後継機、F3 の開発が進んでいるね。かつて、日本の戦闘機開発で最もネックとなっていたのは、ジェットエンジンの開発だったが、今では IHI 社が牽引して開発に尽力しているみたいだぜ。期待するなっていうのが無理な話だよね。さて今回はそんな日本独自の最高技術の粋を集めたジェットエンジンについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本が初めて開発した戦闘機は、F1 支援戦闘機戦闘攻撃機だけど、これには、英国ロールスロイス社製のジェットエンジンが搭載されていたんだ。その後、F2 戦闘機の開発計画においても日本独自のジェットエンジン開発は、当時の技術では成し得ることができず、米国にジェットエンジンの提供を依頼することになったよ。しかし、当時の日米貿易摩擦の影響もあり、米国は日本へのジェットエンジンのみの提供を拒否して、結局は、日米で米国が圧倒的に有利な、屈辱的な内容の開発契約を結ぶことになったってわけ。このように戦闘機開発において、ジェットエンジンを独自開発できる技術があるのかどうかが、その国が戦闘機を独自開発する立ち位置にあるのかの決め手となるんだよね。そして、今までの日本は、残念ながら戦闘機を独自開発する立ち位置にはなかったんだ。そのような状況の中、F2 戦闘機の後継機 F3 の検討が2010年頃より始まり、防衛省は IHI 社に2010年に5カ年計画で次世代エンジン主要構成要素の研究を委託したよ。さらに2013年以降、戦闘機エンジン要素の研究、戦闘機用エンジンシステムに関する研究を順次開発委託していき、2018年6月には、XF91 と呼ばれるプロトタイプエンジンが、IHI から防衛省防衛装備庁航空装備研究所へ納入されることになったね。ちなみに、この XF9 が開発されるまでに前身となるエンジンが存在していて、それは、XF5 と呼ばれるエンジンで、このエンジンも防衛省当時防衛庁が IHI 社1995年度から、開発契約を結んで開発を進めたエンジンであり、1995年は F2 戦闘機当時は支援戦闘機の初飛行の年でもあるぜ。防衛省としても F2 戦闘機の屈辱的な契約内容には忸怩たる思いがあったようで、F2 戦闘機を開発している最中にありながらも、すでに F2 戦闘機の後継機開発に向けた動きを進めていたようだな。このように XF9 は1995年から開発を進めていたエンジンの集大成といえ、開発開始からプロトタイプの納入まで23年越しの成果物でもあるんだ。この XF9 は、F15 戦闘機に搭載されている、米国プラット&ホイットニー社製 F100 エンジンと同等のサイズであり、性能確認試験において、アフターバーナー作動時には15トン以上の推力を発揮し、アフターバーナー未使用時でも11トン以上の推力を確保しているよ。これにより、XF9 の開発要求は達成したことが確認され、そして、この XF9 の開発コンセプトは、ハイパワースリムエンジンと呼ばれるものだね。このコンセプトは、開発中の第6世代である次期戦闘機は、ステルス性能を高めるために大量のミサイルを機体内部のウェポンベイ爆弾蔵に収納する必要があり、機体内部の容積がウェポンベイにより逼迫することになるんだけど、そのため、機体内部に占めるエンジンの容積を小さくするために大出力でありながらも小型のエンジンが必要となったってわけ。次期戦闘機の仕様については、すでに公表されているデジタルモックアップ 3D データを活用して、実物大の試作品を制作せずともデザイン検証や評価を行える技術等を確認する限り、大型の総発戦闘機となっているね。そのため、現状の XF9 をさらに高性能化する必要があり、具体的には、より小型でありながらも高出力化を推し進め、さらに最新のアビオニクスを搭載し、高出力レーダーも装備するために大容量の発電力、運用コストを削減するための低燃費化も求められているよ。次期戦闘機の開発体制については、開発主体は三菱重工業が担当し、XF9 を開発した IHI、T4 練習機や P1 哨戒機などを開発した川崎重工業、陸自の次期多用途ヘリコプターも開発しているスバルが機体開発に協力するんだ。レーダー類や電子機器の開発は、三菱電機や東芝、富士通、NEC などの国内大手電機メーカーが参画するようだな。日本の名だたる企業が一致団結しているんだね。スポーツでいうところの日本代表ってわけだ。そして、
開発をより円滑に進めるために海外企業とも提携を進めることとなり、F-22 や F-35 などの最新鋭ステルス戦闘機を開発した、米国のロッキード・マーティン社が選定されているよ。ただし、このロッキード・マーティン社には日本はかなりの因縁を持っているんだよね。過去、田中元総理大臣が辞任する原因となったロッキード事件を起こした企業だし、ロッキード・マーティン社製 F-16 戦闘機をベースとした F-2 戦闘機の開発で、日本に不平等契約を結ばせ、日本が手出しできないブラックボックスだらけの F-2 戦闘機を作り上げた因縁深い企業なんだ。この F-2 戦闘機の開発には、日本は巨額の予算を計上したんだけど、契約で、日本が得た技術は米国に全て開示する義務が課せられた反面、米国の技術開示は極一部に止まったんだよね。巨額の欠税を投入して得られた技術は、特に根幹に関わる技術で得られたものは皆無に等しいものだったみたい。そのため、今回の次期戦闘機開発でも技術提携するのがロッキード・マーティン社となったことには、不安の声も多く聞こえているんだけど、当然、そんなことは当事者であった防衛省も痛いほどわかっているはずだよ。今回の次期戦闘機開発では、ロッキード・マーティン社だけではなく、米国以外の国の企業にも共同開発に向けた調整を進めているんだ。そして、現在、ロッキード・マーティン社以外で最も協力関係を築けているのが、英国のロールス・ロイス社と BAE システム社だね。英国でも日本と同時期にテンペストと呼ばれる第6世代戦闘機の開発計画を進めており、同じく第6世代戦闘機を開発する日本とは、時期も似通っており協力関係を結びやすい状況にあるってわけ。そして、BAE システム社とは、レーダーやアビオニクス関連での共同開発を進め、ロールス・ロイス社とは、エンジン開発において共同開発を進めていくことが、2021年の G7 首脳会議内で会談した菅前総理と英国ジョンソン首相との間で言及があり、現在最終調整が進んでいるよ。エンジン開発において共同開発を行う予定の英国ロールス・ロイス社は、日本では高級車のメーカーとしての側面の方が有名ではあるが、世界有数のジェットエンジンの開発製造メーカーでもあるぜ。そして、日本政府はこのロールス・ロイス社との共同開発は、技術支援を主軸としたものではなく、日英で共同開発したエンジンを海外へ輸出することで、エンジンコストの削減を狙っているのではないかとの憶測も流れているな。エンジン開発において世界的には後進国である日本製のネームバリューでは、他国でのセールスは難しいものがあるため、ロールス・ロイス社の知名度を活かして、世界へ販路を広げようというんだろうね。そうすれば、エンジンの生産数が増加するために導入コストは低減するし、保守部品の確保も容易になり、整備コストも削減できるから。財政が厳しい日本において、高性能でも高価な戦闘機は数を揃えられないもんね。だからこそ、少しでもコストダウンを図りながら、高性能でありながらも、コストパフォーマンスの優れた戦闘機を開発しなければならないってわけ。このように日本において次期戦闘機のエンジン開発は、比較的順調に進んでいるけど、それに対して中国の軍事メディアが記事にしていたみたい。中国はジェットエンジンの開発には成功しているが、中国国産の第5世代戦闘機である J20 戦闘機の配備を進めていく上で、この搭載するエンジンの不調に悩まされているようだぜ。もともと、旧ソ連製のエンジンをベースに開発を進めていたが、日米欧が開発するエンジンの水準には達していないようだしな。そのような中で、中国の軍事メディアは、日本が開発する XF9 の開発が順調で、アフターバーナー使用時の最大水力が15トンに達し、燃焼機の出口温度が1800度に達する高温にもかかわらず、それに耐えられることに注目しているよ。そして、XF9 は米国の F-22 ラプターに搭載されているエンジンである、世界最高性能の F-119 エンジンにも匹敵するエンジンであるとしており、日本製エンジンの優位性を報じているようだね。しかし、これは、中国のエンジン開発が遅れていることを周知することで、より中国がエンジン開発に注力すべきであるという意見表明でもあるのかも。ただし、中国では2018年頃には第5世代戦闘機に搭載可能な性能のエンジン開発は完了のめどが立ったようだし、中国製エンジンを搭載した J20 を2021年までには150機、2025年までには200機を配備すると言われているよ。このような中国の第5世代戦闘機の配備状況に対して、航空自衛隊の第5世代戦闘機は、F-35A を105機1機墜落により損失、艦載機型の F-35B を42機購入する計画となっており、
合計で墜落した1機を除けば146機、第5世代戦闘機のようで、日本は中国に対して劣勢となるんだ。そこで、日本は質で対抗するために第6世代戦闘機の開発、及び配備を早急に進めなければならない状況ってわけ。なお、現在世界で進む第6世代戦闘機の開発計画は、英国のテンペスト、フランス、ドイツ、スペインの3カ国が共同開発する FCAS フューチャーコンバットエアシステム将来戦闘航空システム、日本の次期戦闘機であり、それぞれ実現の可能性は高いものとされているぜ。そのような状況の中、中国は有人機による第6世代戦闘機開発は早々に諦め、無人機開発に注力していくとされているな。中国では、第5世代戦闘機である J20 に搭載するエンジンの開発には成功したものの、第6世代戦闘機に搭載可能なエンジンの開発には至っていないみたい。そのような中、中国ではドローンや AI 技術の進展が著しく、それによって有人機開発から無人機開発に舵を切ったのかもしれないね。今後、有人機開発、無人機開発と次世代戦闘機開発には多くのアプローチを各国が成していくと思われるけど、そのどれが第6世代戦闘機の主流となるのか、注目していく必要があるだろうね。そして、日本が開発する次期戦闘機が、次世代の主流となりうるのか、日本の将来がかかる重要なプロジェクトと言えるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。中国の海洋進出が止まらない状況が続いているね。ほんと好き放題だよね。ああ。だが、自衛隊も手をこまねいているわけではないようだぜ。やれるだけのことはやっていかないと、どこまでも突き上がるだろうしね。日本はもう少し強気になった方がいいよ。そうだね。さて今回は、南西諸島を陸上要塞化していることや、中国への牽制を狙った SSM 造成について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年も相変わらず尖閣諸島周辺海域への中国海警局の艦艇の動きは活発であり、海上保安庁による警備が続いているよ。昨年2021年の累計によればこうした中国海警局の艦艇の活動は、尖閣周辺海域への領海侵犯が34回で延べ40日、接続水域への侵入はほぼ毎日と言えるので332日にも達するなど増加の一途をたどっているのが現実ってわけ。こうした中国海警局の艦艇の動きには昨年2021年2月より改められた同組織を管轄する海警法の施行が影響を与えているものと考えられ、この中国国内法を根拠として従来以上の武器使用を表面的に合法化したことが大きいんだと思う。改定施行されたこの海警法によれば、海警局側が職務上必要だと認めれば、組織員の個人携行の銃器類はもちろん艦艇に装備された重火器の使用もこれまでよりも大幅に緩和されており、実力行使に向けたハードルを低下させているからな。中国海警局側の恣意的な判断で武器使用が容易となったこの状況下においては、それが現在の国際社会で容認されるか否かの根本的な問題はあるものの、日本の漁船等が当該海域で操業することはより困難になったと言えるぜ。海警法みたいな法案が必要なのは中国じゃなくて日本だよね。間違っても中国に許していい法案じゃないと思うんだ。中国海警局の艦艇は2021年頃より、それまで中国海軍で運用されていた054型フリゲートが転用されるケースが散見されているよ。艦対艦艦対空ミサイルといった重兵装は撤去されているものの、76mm の主砲はそのままという艦艇もあるんだ。日本の海上保安庁でも巡視船の数量の増加を図ってはいるんだけど、こうした重兵装はすでに同組織の艦艇の対応範囲を強化しており、そうした装備を使用するかどうかは別問題とはいえ、何でもありの全体主義国家の前には劣勢感は否めないよ。最前線で両国の法執行機関が睨み合う、その一線引いたところには、軍事組織、すなわち、自衛隊と中国人民解放軍海軍が睨み合っているな。これら警戒監視任務に対応するために FFM や哨戒艦等を導入し、護衛艦部隊を警戒監視任務から対応して遠洋での作戦に割り振ろうとしているが、うまくいくかどうかは未知数だぜ。そうした状況下、日本側が安易に海上保安庁の巡視船に変えて、海上自衛隊の水上戦闘艦を前面に出すような選択を行えば、ますます中国の思うつぼにはまりかねないとの指摘も多く、有効な対応策の模索が続いている状況だと言えるね。そんな中で日本が現有するアセットにおいて注目を集めているのが、陸上自衛隊が装備している人に意識地対艦誘導弾なんだ。これらと電子戦部隊や監視部隊と合わせ尖閣諸島をはじめとする南西諸島の、島嶼防衛に向けて極めて貴重な戦力であると言えそうだよ。
ロシアによるウクライナ侵攻でも、ネプチューン地対艦ミサイルが、巡洋艦モスクワを撃沈するなど、その有効性が近年再度注目されているんだけど、自衛隊としては必要な防衛力をコツコツと積み上げてきた形だね。みんなももう知っていると思うけど、人2式地対艦誘導弾についておさらいしておこうよ。そうだね。人2式地対艦誘導弾は三菱重工が製造する平成24年度から調達が行われている兵器で、通称は SSM-1 回もしくは 12SSM と呼称されており、重装輪車用に地対艦誘導弾の発射筒を搭載した移動式のミサイルシステムのことだよ。人2式地対艦誘導弾は誘導弾本体の直径は約 35cm、全長約 5m、重量約 700kg のサイズであり、旧軍的な表現をするならば 35cm 分身誘導小衛誘弾となるんだ。こういうとその威力がイメージしやすいね。公表はされてはいないけど、最大有効射程距離は約 200km 弱だとしており、88式地対艦誘導弾の後継機種に当たるね。88式地対艦誘導弾は昭和63年1988年度から調達が行われている兵器で、通称は SSM-1 もしくは 88SSM だけど、これはもともとは航空自衛隊の F2 戦闘機に搭載されている、80式空対艦誘導弾をベースに開発された兵器であり、これを陸上用に改造したものとなっているよ。人2式地対艦誘導弾とその前身となった88式地対艦誘導弾では、対象とされた仮想敵国は大きく異なり、前者が中国に対する南西諸島防衛用であるのに対し、これは1991年の旧ソ連崩壊まで、日本の防衛は北海道をはじめとする北方において、同国軍の接近と上陸を阻むことを主眼としていたものが以後急速に、中国による南西諸島防衛にシフトしていったことを物語るものと言えるんじゃないかな。そのため88式地対艦誘導弾が配備された陸上自衛隊の実戦部隊は、北海道の北千歳駐屯地、美唄駐屯地、上富良野駐屯地、そして青森県の八戸駐屯地に置かれており、旧ソ連元ロシアの艦艇の接近を抑止し、上陸部隊を海上で撃破しようとする意図が明確だったんだ。これに対して人2式地対艦誘導弾は、まず2016年に熊本県の県軍駐屯地の、第5地対艦ミサイル連隊に配備が開始され、2019年3月に奄美大島の瀬戸内分屯地、2020年3月に宮古島の宮古駐屯地と配備箇所が増強されているよ。さらに沖縄県の石垣島にも人2式地対艦誘導弾を装備する、新設のミサイル中隊が配備される方針が打ち出されており、九州から沖縄へと連なるいわゆる第一列島線上に、地対艦誘導弾の防衛ラインが強化されているってわけ。これに加えて、これらを防護する地対空誘導弾である丸三式地対空誘導弾と、その改良型である丸三式地対空誘導弾階も配備が進んでいるみたい。これも自衛隊が誇る誘導弾シリーズの一員であり、同時多目標対処能力に低空目標対処能力、そして電子戦能力と、現在西側が運用する野戦高射ミサイルとしては最高級の一品となるようだね。加えて来年2023年には、沖縄県の勝連分屯地にも、新たな地対艦ミサイル連隊の編成が予定されており、この編成完了後には前述の奄美大島瀬戸内分屯地宮古島宮古駐屯地の、既存部隊もその霊下となるものと見込まれているよ。こうした部隊配備と並行して人2式地対艦誘導弾は、今年2022年度中には2017年度から開始されていた、改良型の開発が完了予定となっているんだけど、この完成を待たずしてさらに射程距離と運用形態を増やす、能力向上型の開発が内閣によって承認されたんだ。これは、将来的には現在議論されている、敵基地攻撃能力反撃能力を担保するものであるとも予測されているな。これは中国の南西諸島方面の圧力の増加を受けて2020年12月に決められたものであり、敵の射程距離外から攻撃を行うことを起とした、いわゆるスタンドオフミサイル構想の一環として位置づけられているということができるよね。射程距離の増加については現行の人2式地対艦誘導弾の約 200km 弱から、大幅な延伸目標が提示されており、これは報道によればまず 900km、次 2500km を目指しているとも言われているよ。また運用形態の多様化という部分では現在の地対艦だけでなく、艦艇搭載型の艦対艦タイプ、航空機搭載型の空対艦タイプが想定されており、これにより南西諸島防衛能力の多層化を推進することが期待されているんだ。人2式地対艦誘導弾は誘導方式として、中間段階では管制誘導並びに GPS 誘導が採用されており、終末段階ではアクティブレーダーフォーミング方式が採用されており、
中間段階の方式を考慮すれば物理的に対地攻撃用途にも使用は可能だと思われるね。現在開発が進む高速滑空弾と合わせ、港湾施設や空港等の敵削減地や、指揮統制能力を打撃する等の能力整備が防衛大綱に明記されるか否かが、今後の焦点となりそうだな。ただしこうした側面を強調しすぎると反対派からは、やれ憲法で禁止されている攻撃的兵器だとか、敵基地攻撃能力の保有だとか、結論ありきの批判にさらされる可能性も高いためか、積極的に言及されることは少ないぜ。すでに韓国などの一部のマスコミの記事では、日本が人に意識地対艦誘導弾の能力向上型を開発し航空機等に装備すれば、北朝鮮の平壌や中国の北京への攻撃能力を保有することになるとの指摘も出ており、今後もそうした傾向は強まるだろうね。弾道ミサイルや巡航ミサイルを乱射する北朝鮮や、日本に中距離ミサイルを多数向けている中国に対し、日本が抑止力としての武装を強化するのは当然の備えだと思うけどな。まあ、そんな理屈は従来通りに都合よく無視されようとしているな。でも、ロシアによるウクライナ侵攻など、現在日本国憲法が想定している国際社会による平和維持システムが機能していない以上は、防衛力を強化せざるを得ず、これからも自衛隊の攻撃的兵器保有の流れは続くと思うよ。というかむしろ続けてほしいよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。次世代兵器といえば、レールガンやレーザー兵器を思い描く方も多いんじゃないかな。次世代兵器の代表格だもんね。SF チックなのは大好物だよ。日本ではレールガンの本格的な開発推進が決定し、他にも米国やロシア、中国、ロシアなどでも研究が進められているぜ。それらの国々の中でもレールガン開発の分野では、米海軍が最も先行しているよね。さて今回は、そんなレールガンを超える新型砲弾を、米軍が開発していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。まずはじめに、このレールガンとは、従来の火薬等の削薬による爆発エネルギーを利用して砲弾を射出する方式とは異なり、物理学でいうローレンツ力と呼ばれる電磁誘導の力で砲弾を射出する方式となっているよ。ローレンツ力を生み出す原理上、非常に大きな電力を安定的に供給する必要があり、さらに射出する砲弾を加速させるに十分な距離が必要なことなど、レールガンを実用化するには、まだ大きなハードルがあるんだ。米海軍では2015年に全長 9.1 メートルにも及ぶレールガンから、弾体重量 10kg の砲弾を最大初速度マッハ7で射出し、185km 先の目標に命中させる計画を予定していましたが、技術的な問題から実現することはなかったよ。また、他にも次世代兵器で最も有名なものがレーザー兵器だろうけど、これも世界各国で開発が進められている中、やはり米国が開発を一歩リードしており、2020年5月には、揚陸艦ポートランドに搭載したレーダー発射機で無人機への試射を実施し、撃墜に成功しているみたい。さて、このレーザー兵器については、非常に長い研究の歴史があるんだ。遡れば、半世紀以上前の1960年代から開発がスタートしており、研究開発を開始して60年余り経過してようやく、船舶に搭載可能な規模にまで小型化して、無人航空機を撃墜できるレベルにまでには達したのだと言えるから、ここに至るまでに要した人員と予算は膨大なものであったことは想像に難くないよね。だが、それでもまだ実戦配備できるレベルではないんだよな。このように次世代兵器の開発に膨大な予算を計上している各国だけど、米海軍はとうとう長年開発を進めていたレールガンに関しては、レールガンが有する弾頭速度などの優位性が薄れたとして開発が中止されることになったよ。これは、ロシアや中国が開発している最大速度マッハ9レベルの極超音速ミサイルに対して、初速度マッハ5から7程度のレールガンでは、開発に成功しても対抗することは厳しいということのようだけど、レールガンの代わりとなる有力な兵器システムが開発されたことも大きく影響したようだね。
このように米海軍が次世代兵器開発に苦戦している一方で、米陸軍では新たに HVP 超高速発射体と呼ばれる砲弾の開発を進めているみたい。これは、HVP 砲弾を米陸軍が保有する 155mm 自走榴弾砲より発射し、巡航ミサイルなどの空中目標を迎撃しようとする計画となっているよ。そして、2020年9月初旬に米国のニューメキシコ州にあるホワイトサンズ実験場にて、HVP 砲弾にて巡航ミサイルを模した無人標的機 BQM-167 の迎撃試験に成功しているんだ。これは、今までは対空ミサイルや高射機関砲でなければ迎撃が困難であった空中目標に対して、自走榴弾砲でも迎撃をすることが可能になるということであり、陸軍においては自走榴弾砲のあり方を一新する非常にエポックメイキング的な出来事であったと言えるな。この自走榴弾砲による空中目標への射撃は米国では初の試みであり、この実験では ABMS アドバンスドバトルマネジメントシステムと呼ばれる射撃管制を使用して実施され、迎撃実験で使用された HVP 砲弾は、初速度マッハ5以上で発射され、巡航ミサイルを模した BQM-167 無人標的機を撃墜しているよ。米陸軍では将来的には、有効射程距離 100km 以上を目標として開発を進め、次世代型の自走榴弾砲に HVP 砲弾を搭載するとしているんだって。そして、今回迎撃に成功した音速で飛翔する巡航ミサイル級の標的だけではなく、超音速極超音速で飛翔する弾道ミサイルの迎撃をも視野に入れているみたい。この HVP 砲弾が実用化されれば、今まで対地攻撃の用途でしかなかった 155mm 自走榴弾砲に対して、極めて高度な対空戦闘能力が付与されることとなり、陸上兵器の運用体系にも大きな変化が訪れることが予想されるな。具体的にはどんな変化なのかな？例えば、HVP 砲弾により半径 100km の戦域防空が実現できれば、これまで方面軍や師団レベルの防空を担っていた中サム中距離防空用地対空ミサイルシステムや、ペトリオットミサイルなどの広域防空用地対空ミサイルシステムをすべて HVP に置き換えることで一本化することが可能となるね。さらに HVP 砲弾の単価は900万円程度と言われており、コスト面では中距離広域防空用の地対空ミサイルよりも、圧倒的に低コスト対弾道ミサイル迎撃用のペトリオットミサイルパック3であれば、1発約3億円であり、兵器体系の一元化と合わせて、近年兵器の高度化高性能化により調達価格の高騰にあえいでいる米陸軍にとっては、HVP は非常に魅力的な兵器システムであると言えるぜ。ちなみに、現在運用している 155mm 精密誘導砲弾 M982 砲弾は、地上目標への GPS 誘導も可能で最大射程は約 40km の性能を有しており、その砲弾単価は1発あたり約700万円程度だから、HVP 砲弾は現在運用している砲弾と比較しても、それほど大きなコスト差はないと言えるぜ。そして、これは米陸軍だけに止まらず、レールガンに見切りをつけた米海軍でも導入に向けての研究が進められているみたいだよ。米海軍では、アーレイバーグ級イージス艦などの戦闘艦に、広く搭載している5インチ単装速射砲 127mm マーク45モッド4より発射可能な HVP 砲弾を開発し、すでに試射するまでに至っているんだ。これは、2018年のリムパック演習にて HVP 砲弾の試射を行っており、その際の結果として、最大射程は約 80km、速度はマッハ7以上にも達したみたい。海軍は以前より極音速極超音速で飛翔する砲弾に強い関心を持っていたからな。その結果として、関西用レールガンの研究開発を推進していたわけだが、レールガンを発射する際に必要とする膨大な電力に関して、駆逐艦内しは巡洋艦内という限られた艦内容積の中で安定的に供給する手段を確立することができなかったわけだ。米海軍の駆逐艦で最大の発電能力を有するズムボルト級ですら、レールガンを発砲した後には、艦内で電力不足が発生してしまい、他の電子機器が使用できなくなるという状況になるそうだからね。ロマン兵器は膨大な電力が必要になるのか、なんだか急に SF が嫌な意味で現実味を帯びてきたね。そして、海軍にとっては、レールガンよりも HVP 砲弾を導入することの方が、非常にコストパフォーマンスが高いからね。レールガンも HVP 砲弾も同じ超高速砲弾にカテゴリーされる武装だけど、レールガンの場合、艦艇に搭載するには、艦艇の設計段階からレールガンを搭載することを考慮した艦を新造する必要があるんだ。実用面から、既存艦へのレールガン搭載は非常に困難だと思われるよ。しかしながら、HVP 砲弾は、
既存艦に搭載している速射砲をそのまま、ないしは、小規模な改修により使用可能ってわけ。陸軍とは違い、莫大な建造費用を必要とする駆逐艦や巡洋艦をやすやすと代替できない海軍からすれば、弾道ミサイルなどの迎撃手段として超高速砲弾を必要としているという条件の中で、開発中のレールガンよりも容易に低コストで導入が可能な超高速砲弾が存在するのであれば、そのレールガンに関わる必要は全くないというわけだね。これらの開発状況を踏まえると、HVP 砲弾は将来的に非常に有用な兵器となり得るのではないかな。特に防空兵器としては、現在日本が開発を開始すると発表したレールガンよりも非常に有効な兵器であると考えられ、米国が中止を決定して以降に対弾道ミサイル迎撃用として、レールガンの開発を決定した防衛省の見通しについて、疑念を抱かざるを得ない状況なんだよね。防衛省としては、日本の電源開発技術小型高出力発電機や蓄電池技術等の世界的優位性から、レールガンを開発可能であると目論んだようだけど、そもそも、レールガンという技術に HVP よりも将来性があるのか、甚だ疑問が残っちゃうのも事実ってわけ。コストを軽んじてロマンを追い求めるほど、日本には余裕がないもんね。日本は、対弾道ミサイル迎撃システムを増強するためにイージスアショアの設置計画を進めていたけど、防衛省の不手際もあり中止に追い込まれ、その代替案としてイージス艦の新造の方向に進んでいるんだ。現在米国が開発を進めている HVP 砲弾は、日本の弾道弾迎撃用としても活用が期待できるよ。知っての通り、現在の日本は、中国の軍事的圧力が強まり、北朝鮮の弾道ミサイル開発も進んでいる中で、日本のミサイル防衛体制の強化は喫緊の課題となっているぜ。現状は、海上自衛隊のイージス艦に搭載した SM-3 による日本全国を迎撃範囲とする広域防衛、航空自衛隊の PAC-3 による首都圏など一部地域のみ迎撃範囲とする拠点防衛の2段階迎撃体制となっているけど、PAC-3 の迎撃範囲は非常に限られており、実質的には、弾道ミサイルがイージス艦の SM-3 による迎撃をくぐり抜けた場合、PAC-3で守られた首都圏など以外の地域は、座して死を待つしかない状況となっているんだよね。また、日本が保有する SM-3 艦対空ミサイルや PAC-3地対空ミサイルの数は限られており、実際に戦争が発生した場合、弾道ミサイルをすべて迎撃できる量では全くないみたい。そのため、高価で数を揃えられない迎撃ミサイルではなく、比較的安価で数を揃えやすい超高速砲弾に注目が集まっているんだけど、日本が選択したレールガンという方式が、本当に実現可能なのか、それとも、早急に米国に要請して HVP 砲弾について日本も資金援助するなりして日本にも導入できるように動いていくのか、ウクライナ情勢もあり日本の防衛環境が日々悪化していく中、この日本の動向についても非常に注目していくべきだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。近年航行の自由作戦と称して米海軍が行っている小座フラグ戦略についてなんだけど、中国本土である長江河口で行ったとの情報が入ってきたよ。これにより、中国共産党軍事委員会はロシアとアメリカという陸海からの脅威に直面する形となるな。中国からすれば頭が痛い話になるだろうね。日本からすれば、中国が圧力をかけられることに関しては望むところだけど。そうだね。さて今回は冒頭で紹介した通り、小座フラグ戦略を長江河口で言ったことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。韓国中央日報の記事によると2021年4月3日、中国政府系シンクタンクである南海戦略体制監視計画 SCCPI は、米海軍第7艦隊所属のアーレイバーク級駆逐艦マスケン DDG-89 の航跡図を公開し、長江河口付近へ接近しての G 行為を行ったと報じたよ。SCCPI によると、マスケンは3月27日に母港の横須賀を出港、東シナ海に入り上海の東の沖合 250km の地点で南下、長江河口にある船山群島の東側 50km にまで接近したと主張したんだ。この日は、中国福建省のアモイで中韓外相会談が開かれており、北朝鮮問題などについて話し合われたとされているんだが、米韓の同盟に亀裂を生じさせようとする中国の動きと、韓国がそれに乗じないようにと強く牽制する意味合いがあったのではないかとの憶測があるみたいだぜ。中国もまた、同日に空母遼寧を含む6隻からなる艦隊を、沖縄本島と宮古島の間にある宮古海峡の公海を通過させて西太平洋に進出させたらしいんだ。
この規模の艦隊を米海軍の動きに合わせて出動させるのは現実的ではないため、中間外相会談に合わせての計画的行動だと考えられるね。この艦隊は空母遼寧以下、055型連配級ミサイル駆逐艦南昇、052D 型訓民級駆逐艦生徒多元、054A 型フリゲート艦航行、901型総合補給艦フリンコの6隻から構成されており、3日午前8時に長崎県の男女群島沖南西 470km を航行中に海上自衛隊に捕捉追尾されていたんだ。遼寧は宮古海峡を通過した後、台湾周辺において訓練を実施していると中国海軍報道官が明らかにした上で、中国海軍は計画に基づいて今度も同様の訓練を展開する予定であるとしているね。今回の中国艦隊で特筆すべきは、055型連配級ミサイル駆逐艦南昇の存在なんだ。この南昇については、海上自衛隊が2021年3月に軍民級駆逐艦生徒、巡回型フリゲート隊形とともに対馬海峡から日本海に入ったことを確認し、初めてその存在を確認したとされていたんだよね。なお、日本の防衛省では連配級ミサイル駆逐艦と呼称しているが、米国防省や国際戦略研究所年俸ミリタリーバランスでは連配型巡洋艦としていて、日米での呼称が統一されていないんだが、南昇の満載排水量は1万3000トンとされていて、米海軍のタイコンデロが旧巡洋艦が1万トンであることからすれば、艦用からして巡洋艦とすべきなんだよな。ただし、その指揮統制能力も含めてその全容は謎に包まれており、情報を待つ必要があるぜ。連配型巡洋艦はステルス性の高い艦隊で、米海軍の最新レーダー SPY-6 より高性能とも推測されている。アクティブフェーズドアレイアンテナエーサである 346B 型レーダーを搭載し、さらに定期探知レーダーなどが採用されているよ。この他、豊富な武装など対ステルス機探知能力も含めての高度な情報分析が可能であるとして、現在西側諸国では中国海軍の艦隊機関級イージス艦として認知されているってわけ。中国海軍は外洋作戦能力確立のためにこの先この連配型巡洋艦の建造に注力していくと推測され、今回艦隊に含まれている1番艦南昇のほか、2番艦ラサと5番艦安山、7番艦無釈が北海艦隊に、3番艦大連と4番艦延安が南海艦隊に配備されており、その他に6番艦巡儀と8番艦艦陽がすでに浸水し偽装工事が進められているようだね。中国海軍は今後、現在建造中である空母と連配型巡洋艦を主力としてその他艦艇を組み合わせて艦隊編成し、米海軍でいうところの空母打撃群に相当する戦力として運用することを目的としているであろうと予想されているぜ。4月4日には米海軍の空母セオドア・ルーズベルトを主力とする第9空母打撃群がマラッカ海峡から、南シナ海に進出してマレーシア空軍との合同訓練を実施するなどの活動を展開しているんだけど、セオドア・ルーズベルトは2021年になって2回目の南シナ海入りで、米海軍は定期的作戦行動としているようだけど、今回の中国艦隊の動きに合わせた行動と見る向きが多いね。また、4月7日には中国軍機15機が台湾の防空識別圏 ADIZ に侵入したけど、これに対し米海軍は第7艦隊のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦ジョン・S・マケインによる台湾海峡通過を実施しており、台湾周辺から南シナ海にかけてまさに一触即発の状況が続いていたんだ。ここ数年の中国による異常なまでの海洋進出活動については、日米や周辺のアジア諸国のみならずヨーロッパ諸国も関心を示しているよね。フランスがフリゲートや原子力潜水艦を南シナ海で航行させたほか、ドイツ海軍がフリゲートを派遣しているほかにも、英海軍が最新鋭空母クイーンエリザベスを含む空母打撃群を派遣して日本に寄港させるなど、西側諸国として強調しながら中国を牽制する動きが出ているな。このような動きに対して一歩も引く気配のない中国だが、はっきりしていることは台湾にせよ尖閣諸島にせよ海戦の主導権を握っているのは中国側であるということだぜ。アヘン戦争において海洋中心戦争における攻撃側の優位をイギリスに発揮されて惨敗した中国としては、攻撃側としての優位性を捨てる気は微塵もないだろうね。特に台湾においては、米インド太平洋軍司令官に就任したジョン・アキリーの海軍大将が、多くの人が理解しているよりも中国が台湾に侵攻する脅威は深刻で切迫していると述べて注目を集めたんだ。さらにアキリーの司令官は、前任のフィリップ・デイビッドソン司令官が、今後6年以内に中国が台湾に侵攻する可能性が非常に高いと述べたことについては同意しないと述べ、さらに中国による台湾侵攻が差し迫っているとの考えを示した上で、米国が東アジア地域の防衛力を強化するために提案している予算270億ドル約2兆9000億円を、早急に執行する必要があると主張したよ。
そして、中国の台湾侵攻を傍観することにより、台湾近海を経由している物流が滞り貿易に影響が出る恐れがあること。そして日本、韓国、フィリピンなどのアジアにおける西太平洋地域に所在する。米国の同盟諸国からの信頼が大きく損なわれることを懸念していると述べたようだね。東アジア地域は世界の工場とも呼ばれる、人類史上最大の工業生産力を持つ地帯であり、半導体から家電、車、衣類その他現在世界的に流通している工業製品の大半がこの地域で生産されているからな。これを支えるのは海運に他ならず、ここを抑えてしまえば世界の覇権を握れると言っても過言ではない以上、現在の覇権国である米国と、それに挑戦する中国との対決姿勢はより一層厳しいものとなるだろうぜ。歴史的経緯から考えて台湾の併合は中国共産党の悲願だからね。いろんな不利益を無視してでも実施するだけの動機があると考えられるってわけだ。特に台湾で紛争が生じた場合、その火の粉は南西諸島及び沖縄列島に降りかかることは明白であり、日本国政府としても傍観姿勢を取るわけにはいかないもんね。先の日米安全保障協議委員会にプラス2では日米両政府が、台湾侵攻時に在日米軍が介入した場合に日本が米軍の後方支援を行うことが確認されているよ。在日米軍の基地防衛のほか資源を輸入に頼る日本に対し重要な影響があるシーレーン防衛などは自衛隊が受け持つ部分が、大きくなる可能性があるね。特に、米国本土からの増援の護衛や対潜哨戒、通常潜水艦による情報収集や機雷戦などでは大きな役割を期待されているだろうな。もちろん、南西諸島に対して武力侵攻があった場合には、全力を挙げてこれを排除できるような体制を整えておかなければならないぜ。安保法制によって集団的自衛権の行使が可能となった今、日米はより一体となって、インド太平洋地域の平和と安定に一層の貢献をすることが求められるよね。戦争は、発生してからの解決よりも、そもそも起こさないことが求められる火事のようなものだもんね。日本含め、ロシア、中国、北朝鮮の他軍事力、経済力の一方かその両方が優れた東アジア地域で一度戦争が起きれば、第三次では済まない事態が発生しかねないよ。そのためにも、抑止力を強化し、戦争の発生を未然に防ぐための取り組みが重要となるよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、底なし沼についてだよ。底なし沼ってよくアニメなんかに登場するよね。確かに、一度入ると抜けられなくて沈んでいくってやつだな。でも、リアルでもあるのか？全然あるよ。まず説明すると、底なし沼は名前の通り底がどこまであるかわからないから、底なし沼って言われてるんだけど、実際の底なし沼は人や動物がハマったら抜け出せない深さを言うんだよね。だから、3、4メートルもあれば十分底なし沼と呼べるらしいんだよね。そうなんだ。てっきり、永遠に深くて一度入ると抜け出せないかと思ったよ。しかもね、底なし沼って言うけど、普通の沼とあまり変わらないらしいんだ。でも、もがけばもがくほど沈むからハマった際には、落ち着いて対処しようね。なんだ？なんかそういうの聞いたら夢壊れちゃったな。もっと、沼に入ると沈んで大きな動物に食べられたりするのかと思っちゃったよ。それはアニメ飲みすぎだろ。ちゃんと現実見ろよな。なら今日の動画は終わりだよ。航空自衛隊が2021年7月時点で配備をしている戦闘機は、F2、F15J イーグル、F35 ライトニング2の3機種となっていたよ。ちなみにすでに2035年前後からの F2 の退役に備えた次期戦闘機開発も始動しているみたいだな。次はどんな戦闘機が来るのかな？楽しみだね。この次期戦闘機開発は三菱重工業を主契約企業とし、その傘下に各日本企業が担当分野ごとに携わる形式だね。エンジン部分ではイギリスのロールスロイス社との協業も現実味を増しているぜ。もちろん海外勢としては第5世代戦闘機のトップランナーで、F22 ラプターや F35 ライトニング2を世に送り出した、アメリカのロッキード・マーチン社からの技術支援を仰ぐ方向は規定路線と言えるね。さて、今回は F35 ライトニング2、新規配備先に小松基地やニュータバル基地が浮上中であることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本の国情に合致し、後の仕様変更にも柔軟に対応可能とすることを目的に次期戦闘機開発は進められるんだけど、いわゆる第6世代戦闘機とも呼ばれるこの機体の製造には、多大な技術ノウハウの集積が必要だろうと言われているよ。そうした意味においては、現行の最新鋭ステルス戦闘機である F35 ライトニング2の実際の現場での部隊運用及び、
保守メンテナンスを担う拠点の完全な稼働が今後を占う可能性も高いと思われるね。まず現在航空自衛隊では全国8カ所の基地に戦闘機を配備しており、これは北から北海道の千歳、青森の三沢、茨城の百里、石川の小松、愛知の小牧、福岡の津駅、宮崎のニュータバル、沖縄の那覇となっているんだ。航空自衛隊ではこれまでに F-35 ライトニング2を合計で147機調達する予定で動いており、内訳は通常滑走路向けの A 型が105機、短距離離陸垂直着陸可能な B 型が42機となっているみたい。先の全国8カ所の戦闘機配備基地のうち、すでに A 型が配備されているのは、青森の三沢基地のみで退役した F-4 の飛行隊を置き換えており、次に唯一日本海側の石川の小松基地への配備が濃厚と見られるよ。石川の小松基地への A 型の配備は、現行の F-15J イーグルの2個飛行隊のうち1つを置き換えるものであり、まず2025年度を目標に A 型を4機配備することから始め4年程度で20機まで増加させる予定となっているんだって。次に B 型の配備予定には宮崎のニュータバル基地がまず浮上してきており、こちらは2021年時点で F-15J イーグルの1個飛行隊のみが配備中につき、B 型で構成する1個飛行隊を新設する方向と見られるんだ。B 型の場合は、現在航空母艦化の改修工事を適時実施している、護衛艦出雲加賀の艦載機となるため、ニュータバル基地は加賀の母港、広島の呉基地に近いことが選定理由に挙げられているぜ。この理論で考えると出雲は神奈川の横須賀を母港としているため、これに距離的に最も近いのは茨城の百里基地だと思われるけど、いずれ同基地への B 型1個飛行隊の配備も公表されるのだろうね。こうした F-35 ライトニング2の A 型及び B 型の部隊配備が進められている一方で、愛知県西春日郡豊山町の三菱重工業の小牧南工場内には、同期の FACO 施設が2015年から稼働を開始していることを、みんなはもう知っているよね。一応、FACO についておさらいしておこうよ。そうだね。FACO とはファイナルアッセンブリーチェックアウトの頭文字を略した名称であり、ロッキードマーチン社が認可した F-35 ライトニング2の最終の組み立てや品質検査を担う拠点のことだよ。FACO は本国アメリカのテキサス及び、イタリアのカーメリ、そしてこの日本の愛知県西春日井郡豊山町の3カ所しか設置されていない施設であり、世界的にも稀有な拠点と言ってよいよ。F-35 ライトニング2の機体の製造には大元のロッキードマーチン社以外にも、ノースロップグラマン社、BAE システムズ社など複数の企業が従事しており、日本の IHI 社も機関部の製造を請け負っているぜ。このため愛知県西春日井郡豊山町の FACO には、これらの参加企業が製造した各種パーツが集約され、F-35 ライトニング2となる最終の組み立てが行われ、検査を経た後に完成品として送り出されているってわけ。さらに愛知県西春日井郡豊山町の FACO には、MRO&U メンテナンスリペアオーバーホール&アップデート呼ばれる、完成後の F-35 ライトニング2のアフターケアを担う拠点機能も付与されているよ。この MRO&U は、アメリカ、イタリア、日本、オーストラリアのまず4カ所に設置され、それぞれが近隣地域国が保有する F-35 ライトニング2のその後の重整備を担う拠点として設けられたものだね。今後 F-35 ライトニング2の採用国及び生産機体数が増加した場合には、追加でイギリスやオランダ、ノルウェーといった国に MRO&U を新設する計画もあり、同期の受注数次第といった状況となっているみたい。日本の愛知県西春日井郡豊山町の FACO 兼 MRO&U にとって影響が懸念されていたのは、韓国が導入する F-35 ライトニング2が同拠点を利用するか否かという点があったんだけど、これは行わずに済むと見られるよ。すでに F-35 ライトニング2の導入時点から韓国側は、日本の MRO&U で自国の同期の重整備を受けることを良しとしておらず、2014年にはオーストラリアに持ち込む方向になると報じられていたからな。日本サイドとしてはこうした韓国側の態度は想定内の出来事であり、実際の運用稼働に何ら支障をきたすものではないだろうけど、むしろアメリカが韓国に F-35 ライトニング2の輸出承認をしていることがキーにすら思えるよね。韓国が日本企業を敵視しているのは言うまでもないから、こうなることは予想できたってわけだね。ちなみに韓国は F-35 ライトニング2を A 型60機、B 型20機の合計80機の調達を計画しているが、このうちの B 型20機が本格的に建造すると主張を始めた軽空母用の艦載機となる見込みだぜ。こうした状況を見れば韓国以外にアジア地域で F-35 ライトニング2を導入しようとしているのは、
シンガポールが最大でも B 型12機程度しかなく、日本の MRO&U は自国と在日在韓米軍の機体に対応するものと思われるよ。さて、F-35 ライトニング2の機関部はアメリカのプラットホイットニー社製の F-135 ターボファンジェットエンジンだけど、前述のように日本では IHI 社がその製造を受け負っているんだ。IHI 社は東京都瑞穂町の自社工場で2017年から、この F-135 ターボファンジェットエンジンの組み立てと試運転を行う体制を開始させており、一部のパーツは福島の相馬や広島の呉の工場でも生産されているみたい。これら IHI 社の工場では、航空自衛隊が予算上で、最大年6機の調達を行うとことに対応した生産数のキャパシティを確保しており、三菱重工業の MRO&U の機関部対応も担うことが予想されるよ。IHI 社といえば次期戦闘機用に防衛省と共同で国産の XF9 エンジンの試作機を完成させており、これに F-135 ターボファンジェットエンジンとイギリスロールスロイス社の技術も加わると見て良いだろうな。そう考えると FACO 兼 MRO&U を通して得られる F-35 ライトニング2の技術的な情報が、国産化を志向するという次期戦闘機の開発にも多大な影響を与えるものと思われるし、純国産化は極めて困難だと思えてならないんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、みんな知っている世界的にも有名なオセロだよ。オセロか、携帯ゲームにもなってるほど有名なやつだな。そうそう、そのオセロなんだけど、実は日本発祥のボードゲームって知ってた？え、そうなの？てっきりよその国からの輸入品だと思っていたよ。どのようにして作られたの？それがね、オセロは長谷川五郎っていう人が考案したんだ。その長谷川さんが、中学校1年生の時に、囲碁のルールがわからなかったそうなんだ。だから、ハサミ碁を考案したそうだよ。それがオセロ誕生のきっかけだったんだ。そして、長谷川さんが大学生の頃に、ハサミ碁を発展させた、牛乳瓶の蓋を使うオセロに近いゲームを作ったそうだよ。なんだか、だんだん完成に近づいてるね。そうなんだ。そして、その後、長谷川さんが玩具メーカーの佃に持ち込み、商品化されたんだよ。ええー、それで売れたから、おもちゃメーカーからしたら、最高だよね。おい、目がお金になってるぞ。今でも、オセロのコマのサイズは、牛乳の蓋と同じサイズなんだよ。これは、オセロをするときにドヤ顔できるやつだな。そうだね。みんなも、ドヤ顔でオセロをしようね。それじゃ、今日の雑学は終わりだよ。また見てね。鹿児島県西之表市にある馬毛島は、空母艦載機の離発着訓練場としての整備が進められているけど、地元自治体の反対運動も存在することで、急ピッチな整備が困難な状況があることも事実なんだよね。そんな実情だけど、中国は虎視眈々と尖閣諸島への野心を隠そうともせず、日本の EEZ 内で経済調査を行うなど、ロシアと同様の横暴な姿勢を繰り返している状況だもんね。そんな最中で、馬毛島に建設が予定されている訓練施設等の設計図が防衛省によって公開されたことは、このタイミングを狙ったものか、とかなり話題になったぜ。なんでもその施設には、大規模港湾施設も含まれていることから、加賀出雲が入港できるだけでなく、アメリカの原子力空母も入港が可能なのではと推察される規模になっているね。さて、今回は、馬毛島を取り巻く現状と、中国の横暴ぶりについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。
鹿児島県の種ヶ島から西方、屋久島からは北東の海上に位置する馬毛島は、アメリカ海軍の航空母艦が横須賀に入港した際に、その艦載機の陸上離着陸訓練の移転候補地として準備が現在進められているところだよ。アメリカ海軍の空母艦載機が実施しているこの訓練は、艦載機のパイロットや整備員らが航空母艦への離発着技能を維持するために必要不可欠な訓練であり、現在は日本本土から遠い小笠原諸島の硫黄島で離着陸訓練が実施されているみたい。横須賀を母港とするアメリカ海軍の航空母艦ロナルド・レーガンの艦載機は、山口県の岩国基地に駐機し、現在はそこから硫黄島に移動し訓練を行っているんだけど、片道 1000km 以上の距離を移動するなどの時間的ロスに加え、往復の燃料等の消費や機体の消耗等が問題となっていたんだ。そんなさなか、馬毛島が移転候補地に挙げられたのは今から11年前の2011年、当時の防衛大臣北沢利美氏が有力な候補地として馬毛島への基地整備を検討していることを認め、同島を所有していた民間企業タストンエアポート社から土地購入を目指す方向を明確にしたってわけ。だけど、タストンエアポート社は、馬毛島の売却ではなく賃借で国と契約する意向であったため、交渉は円滑に進んでいるわけではなかったんだよね。しかし、タストンエアポート社の経営環境の悪化などの出来事もあり、同社の姿勢も変化したことから、状況を一変させ、移転先の有力な候補地として安全保障協議委員会にプラス2の文書に公式に表記され、両国の共通理解として馬毛島の基地化整備を進めることになったんだ。2011年6月には、国とタストンエアポート社との交渉がスタートし、2点3点の動きはあったもののようやく2019年11月に約160億円で売買が合意したってわけ。だけど、今度は地元自治体の反対運動が起きることになり、国は翻弄されることになるんだよな。2011年に馬毛島への基地建設の方針が示されると、当時の種ヶ島屋久島一市三町はそれぞれの議会で基地建設反対決議を行うなど、強硬な姿勢を示していたんだけど、なぜ地方自治体は反対運動を起こしたのかが気になるよね。その答えは、戦争を経験した人たちがまだまだ多い時代であったこと、基地ができれば攻撃を受けるという左翼などの変更した主張に一定の説得力があったから、当時の中国は、尖閣諸島の領有権を主張していたものの、海警局の艦艇を領海侵犯させるような行動は取っていなかったこともあり、隣国の軍隊が攻めてくるリスクは顧みられることはなく、むしろ基地を作ることで隣国を刺激する基地を作ることで中国の行動がエスカレートするという主張が、当然のように受け入れられていたこともあり、反対運動につながっていたんだ。そして、時は流れて2022年、令和4年度が近づくことになり、かつて反対運動を繰り広げていた地方自治体がその麻薬の行動を取るようになってきたのは、日本の国益にとっても有益なことになったよ。2021年度から、次第にそれぞれの地方自治体で馬毛島での、施設誘致をもっと進めてほしいと賛成決議などを行うようになったんだ。あれほど反対をしていた自治体が、軒並み自衛隊誘致に踏み切る大きな理由は財源だね。財源ってどういうこと？国は、いわゆる防衛施設などを設置した自治体に対して交付金の名称で資金援助を行うことから、自治体によっては財源が得られ、独自の政策を実現できるなどのメリットがあり、過疎に悩む自治体にとっては喉から手が出るほど欲しい財源でもあるんだぜ。仮に、馬毛島への自衛隊施設の整備が進むことで、国からは再編交付金民生安定助成事業補助金、特定防衛施設周辺整備調整交付金国有提供施設等所在市町村助成交付金基地交付金などがあり、億単位の交付金が町の財政を潤わせることになるからね。交付金の用途は一定の制限があるものの、一般的には公共施設整備や医療福祉の整備事業や、農業や漁業の振興、活性化イベント開催などに活用することができるので、自治体独自の事業や公共施設の整備が実現可能となるんだ。それ以外にも、自衛隊員がそれぞれの自治体に在住することによって、税収が増加するということも挙げられるよ。仮に、馬毛島基地に勤務する自衛隊員の宿舎などの施設を建設してもらえば、そこで働く人が増え、所得税が自治体に入ってくるんだ。その他にも訓練施設車両整備工場物流倉庫などの建設がなされれば、固定資産税が自治体に入ってくることになるよね。もともと人口が少なく税収が乏しい2町にこれらの交付金補助金が入り、かつ自衛隊員にかかる所得税や固定資産税がどんどん入ってくるとなれば、非常に大きい収入となることは間違いないんだ。
どこの自治体も財源に余裕がないことはわかるけど、ちょっとだけ現金に思えるかも。でも、基地を作れば騒音や色々問題が発生することも事実だし、それを大目に見るためのお金と思えば納得かな。そうだね。一方で、反対の姿勢を変化させない西之表氏は、市議会による整備賛成決議を無視したまま、現役の矢板市長が整備反対の姿勢を崩そうとしない状況が続いており、住民も二分されているみたい。矢板市長は、今までの選挙でも白票の勝利を収めるなど、西之表氏を二分する分裂選挙となっていたことから、市民の間にしこりを残していることも踏まえて、明確な方針を示すことを避けてきたように思えるんだ。それでも、賛成に舵を取った二丁の行動に焦りを感じたのか、矢板市長は、苦し紛れとも思える策として、西之表市内にあるとされる約40の団体に整備の是非についてヒアリングを行うことを発表したよ。ヒアリングによって住民の意見を聞き、意見を集約して公表するとしているけど、自分の意思ではなく住民の総意に従って、自身の意見を反対から中立に旗色を変えるために理由づくりを図ったのではないかと思えるよね。鹿児島県としても、基地移転に向けて前向きな整備を加速させるために、環境アセスメント計画を提出するように要望し、国がそれに応えるために、初めて基地の規模や施設の想定が明るみになったみたい。2021年8月6日、防衛省は馬毛島へのアメリカ軍の、利活用及び航空海上領自衛隊の基地設置に関するイメージ図を公表し、具体的に大まかな設備のレイアウトなどについて現状の移転計画を提示したんだ。イメージ図によると、馬毛島の東側の海岸線部分に北から3本の簡易な桟橋が書かれており、そのさらに南側の島の中央部分あたりに防波堤や堤防を含む大規模な港湾施設も作られ、同時に複数の艦艇の係留が可能となるだろうことが推測されたよ。簡易な桟橋といっても、500メートルから700メートルほどの長さが予定されて、大規模な港湾施設に関しては東側の海上に約1300メートルほど突き出す形となっていて、そのイメージはまさに軍港だな。この大規模な港湾施設は、海上自衛隊で最大のスケールを誇る護衛艦出雲や加賀、満載排水量2万6000トン、全長248メートル、全幅38メートル、喫水 7.3 メートル級。が十分に経由可能な規模になっているみたい。アメリカ軍の訓練利用は、年間でも数回数週間と使用する程度のため、通常時には自衛隊基地としての利活用が主となると言っても間違いないね。馬毛島に、恒常的に戦闘機が常駐すれば、沖縄と日本本土の間、尖閣諸島に対してアプローチが容易な拠点がまた一つ増えることで、中国に対して有効な牽制となるんだ。そして、港湾施設が整備されることで呉、佐世保、横須賀などとは別の場所の根拠地を手に入れることになれば、出雲や加賀が有事に備えて馬毛島に待機することも可能となり、中国に先制攻撃を仕掛けられるリスクの軽減につながると予想されるよ。日本の国防にとって、馬毛島に訓練施設ができるのは非常に重要なことであることは、2022年の世界情勢から見ても非常に有効な方法だね。護衛艦出雲加賀艦載機の訓練場所を確保すること、アメリカ海軍の空母艦載機の訓練の場所としても活用することは、尖閣諸島を望むこの位置関係から見ても、中国へのプレッシャーを与えるために欠かせない基地となることは事実だしな。先制攻撃に対する対応が遅れれば、日本の領土が失われるだけでなく、国民の財産や生命が危機にさらされるもんね。ああ、ロシアのウクライナ侵攻の状況を見れば、ロシアや中国が国際法を遵守する姿勢などないと思えるし、自国の主義主張だけで軍事侵攻も躊躇しない姿勢が十分に伝わってくることがわかるぜ。実際、中国軍が行動に踏み切れば、たやすく尖閣諸島を占領するだけでなく、沖縄本島や南西諸島の占領も十分視野に入れてくるだろうからね。そんな現状において必要なのは、中国を牽制するのではなく、中国の横暴を防ぐためのプレッシャーをかけ続けることであること、このことを多くの国民に理解してほしいと思うんだ。すでに、台湾や尖閣、南シナ海において領土への野心を隠そうとしない中国が、良心的な隣国であるという幻想はとっくに捨て去る時が来たってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本の F2 後継機計画は次期戦闘機計画だけど、その別名を F3 計画とも呼ばれていることを、みんなは知っているかな？純国産を目指して開発されている次期戦闘機と同時に配備される予定となっているものだな。AI を搭載した無人戦闘機 UAV だっけ？そうそう。
今回はその UAV の詳細について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。現実は残酷であり、ボタン一つで地球の裏側にいる敵を、顔を見ることもなく殺し、顔も名前も知らない人間を殺したことに痛みを感じることもないという映画のものでは全くないんだ。激烈な電子戦環境下で死ねる戦力としての役割を期待され、有人戦闘機からの歓声を受けつつ、敵戦闘機を的確にほふって航空優勢を確立するウーという代物になると予測されているよ。2021年5月、防衛省は現在開発中の F2 戦闘機の後継機となる、国産次期戦闘機と連携して使用される無人機のフルスケールの実験機開発関連費について、2022年度予算の概算要求に盛り込む方針ということを公表したよ。次期戦闘機は国内企業グループで開発が進行中であり、目標として2030年代半ばからの配備と戦力化を目指している状態だね。作戦任務遂行のための根幹となるミッションシステムやインテグレーション技術に加え、ウェポン武器を統合する火器管制システムなどの研究も進められており、純国産戦闘機として期待されているみたい。また、英国等との共同開発により、F-35 よりも強力かつ致死的な第5世代機を目指しているとも伝えられているんだ。無人機についてはこういったシステムとの連携は言うまでもなく、苛烈な電子戦環境下における無人機自体の自立飛行性能も求められているってわけ。複数の無人機を完成するには、その操作のほとんどが自動化されており、人は攻撃や電波発射等の重要な決定のみ介入するウートイレベルでの自立能力が必要となるからな。特に、複座戦闘機による完成が予測されている場合には、一人で複数機を完成する必要があるため、これが顕著になるぜ。これら無人機の任務は、センサー及びシューター。すなわち、戦闘機の前方に展開してのステルス機の強制探知とその撃破や電子戦、そしておとりとしての役割を担うことになるよ。現在はステルス機である F-35 がこの任務を担っているんだけど、ステルス機とはいえ前方に展開しての電波発射や、ウェポンベイを開いての攻撃は事故一を想定される危険性が高まるんだ。無人機であれば、パイロットの人命を気にすることなく、敵ステルス機の前まで大胆に進出して探知、そしてミサイルを発射して撃破するといったことが容易に行えるからね。ステルス機を探知するには、大出力のレーダーを用いるか、接近する必要があるんだ。大出力のレーダーを用いればステルスといえど探知はされるし、接近したならば従来のレーダーで探知できるか、もしくは IRST などの光学センサーに引っかかるよ。しかしながら、大出力のレーダーは当然逆探知されやすいし、接近すればそれが感知されることは言うまでもないってわけ。電磁波領域での戦闘はイメージがつかみにくいだろうけど、真っ暗な雑多とした倉庫か何かの中で敵味方が懐中電灯を、つけたり消したりしてお互いの位置を探っているというイメージをすれば良いんじゃないかな。ステルス機とは黒ずくめの、図体が小さい戦闘員であり、遠くから懐中電灯で照らしたとしてもその姿を認めるのは難しいよね。AWACS は言うなれば投光機であり、地域全体を明るく照らすことができるが、当然その位置は容易に認めることができるってわけだ。電子戦では強力なライトかレーザーで敵の目を潰しているような格好となるが、これも位置型の敵から見えるぜ。無人戦闘機は、このステルス機探知という難題に対する一つの答えってところかな。さらに、パイロットが搭乗しないことにより、コックピットや生命維持装置等の装備を搭載する必要がなくなるよね。これは、例えば同じエンジンを搭載したとしても、戦闘のために必要な装備、例えばレーダーやミサイル等が、より重くて大きな高性能なものを運用できることを示唆するよ。その上、空力設計やステルス設計の上での大きな障害が減るため、エアフレームの性能としても高いものが見込まれる。そしてその高い性能を、人体の限界に制限されることなく発揮することができるなど、利点が多いってわけ。人命は地球より重いという通り、貴重な人材であり、育成に莫大なコストがかかるパイロットの命を気にすることなく、戦闘を遂行できるという無人機は、現在でさえ人手不足に苦しみ、将来は少子高齢化が予測されている日本にとっては復縁となり得るよね。特に、次期戦闘機による制空戦闘では、有人戦闘機である次期戦闘機に機編隊が、複数の無人機を引き連れて、多数の敵を迎撃することも可能であるため、造成真っ只中の中国軍に対面している自衛隊としては F-35 の次に一刻でも早く戦力化にこぎつけたい装備なんだ。防衛省での無人機運用及び無人機開発構想の歴史は長く、標的機から観測機、総海洋の無人潜水艇からグローバルホークに至るまでの各種無人機を運用しているよ。しかし、現在運用されているこれらはいずれも正面戦闘を実施するものではなく、
あくまで部隊の戦闘能力を従前に発揮したり、的確な戦略判断をするための ISR 機材や訓練機材としての運用となっているんだ。次期戦闘機のウィングマンとしての運用が期待される無人戦闘機のような無人正面戦闘機材の運用は、海上自衛隊の対戦ヘリコプター型無人機である QH-50 以降初めてとなるようだね。このような自立型対空戦闘機材としては、米国では XQ-58 バルキリーが開発されているよ。このバルキリーを開発している会社は、アメリカ軍需産業界では無名だったクラトス社で、この機体は AI によって亜音速飛行と長距離飛行が可能になった自立飛行無人機であり、初飛行が2019年3月に行われたんだ。初フライトの成功以来、何回も試験飛行を重ねていたんだけど、2021年3月の6回目の試験飛行で、ウェポンベイから小型ドローンを射出する実験に成功したとアメリカ空軍研究所から発表されたみたい。このドローンは小型無人航空機アルテウス600と呼ばれているものだね。アメリカ空軍研究所が提唱している低コスト消耗型航空機技術の一つとして開発されたもので、電子戦や信号傍受などの任務を実行できる優れものってわけ。アメリカ空軍は2019年に自立型無人システムの実戦配備を目指すスカイボーグ計画を発表しているんだけど、この計画では、組織化された無人航空機群を低コストで運用、維持し、紛争地域でスピーディな行動が可能になり、敵に決定的な打撃を与えて侵攻を阻止できるとしているよ。他方防衛省では、コンピューターが機体設計を行うデジタルモックアップ技術を活用した研究を進めていると推測されており、今回の次期戦闘機に付随する小型無人機もその研究成果ではないかと思われているんだ。また、防衛装備庁は2016年8月に将来無人機装備に関する研究ビジョンを公表しているね。内容は航空無人機の研究開発が中心だったんだけど、2019年以降には第3分類無人技術検証として遠距離見通し、外運用型無人機の技術検証に力を注ぐとしており、その後、第4分類無人技術検証戦闘型無人機の開発を進めていくと見られているよ。この研究ビジョンでは、無人機研究に関しては前述の他にも近距離見通しない運用型、特殊飛行型そして携帯型ドローンなどが挙げられており、現在もこのビジョンを基本としつつ、実情に合わせながら無人機の研究開発が進行中と推測されるんだ。世界で最も早く第6世代戦闘機ないしは第 5.5 世代戦闘機を開発できると見込まれる自衛隊が、将来の戦場をデザインできる日も近いかもしれないな。現に2021年2月、アメリカ国防高等研究計画局はロングショット開発計画を発表したぜ。そして国内3社に、空対空ミサイルを搭載して敵機を攻撃するためのドローンの設計を発注したよ。このドローンは有人機から操作することで、母機である有人機を敵機から防衛する盾として使用され、搭乗員の損耗をさらに減らしていけるだろうと考えられており、これは現在日本が開発を進めている次期戦闘機用の無人戦闘機と同様の役割を果たすこととなるんだ。将来的には、無人機に無人戦闘機の通信を中継させ、人は安全な地下バンカーから兵器管制を行うだけという形での対空戦闘の形が実現するという予測もあるぜ。いずれにせよ、我が国に侵攻するためには海上もしくは航空の手段を持って戦力を投入するほかないため、今後もこれらの領域での新技術の応用や戦力化競争に防衛省と防衛装備庁は積極的に参加していくことになるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、名字についてだよ。名字か、テレビとかでもやってるけど、結構知らない名字があるよな。でも考えたら、残り少ない名字の持ち主とかが結婚したりして、最終的には減っていくんじゃないの？お、いい目の付けどころだね。確かに、一人っ子などが結婚すると長女の家系などは名字が変わるからそう思うよね。普通に考えたらそうなるよ。でも、専門家の人たちはそうならないと言っているんだ。なんでなの？それはね、一つ目の理由は名字が同じ人がたくさんいるからなんだ。そして二つ目が名字が珍しい場合は、途絶えないように養子に入ってもらうケースが多いそうなんだ。だから、全体としては種類が激減することはないそうだよ。だからなくならないんだね。よかったよ。珍しい名字なんかそこの家系で生まれるだけで自慢できそうだね。確かにな。でも、ハンコなんかそうそう売ってないから、新しく作るときなんか大変そうだな。それはそうだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。また見てね。見てね。見てくれよな。また見てね。見てね。見てくれよな。また見てね。見てね。見てくれよな。また見てね。2021年10月14日、
白鯨潜水艦の進水式及び任命式が開催されたね。毎年潜水艦の進水式を行う計画があるそうだが、今回は大鯨型2番艦の進水式となったわけだな。親潮型潜水艦はまだ現役で活躍中だし、レベルは中国潜水艦より上だから、まだまだ職務遂行は可能な潜水艦だよね。どうするんだろ？あえて言えば、中国の侵攻に脅かされている台湾へ売却という道もあるのかもしれないが、そんなことをしたら国際的に物議を醸し出しそうだもんな。難しいところだよね。さて今回は、この白鯨潜水艦の進水式と新しい性能について紹介したいと思うよ。それじゃあ行ってみよう。海自の最新鋭通常動力型潜水艦大鯨型2番艦の進水式が川崎重工業神戸工場で行われたよ。名前は海の生物クジラにちなんで白鯨と付けられたね。この名前については以前から推理する人が多かったみたい。大鯨型潜水艦のネームシップはやはり大鯨で、旧帝国海軍の潜水母艦大鯨跡に空母UFOという名前だったから、今回の2番艦は同じく潜水母艦人鯨課長鯨になるのではないかと予想されていたとか、しかし海上自衛隊内で募集が行われ、かつて軍艦の名前として使用された実績のない白鯨に決まったってわけ。余談だが、日本は捕鯨大国として世界トップの漁獲量を誇っていた時期があったぜ。捕鯨は江戸時代にも盛んで、肉はもちろん、骨から皮、油まで全てを利用していたんだ。クジラが日本人の生活に溶け込んでいた時代が確かにあったってわけだね。ところが外国がクジラに目をつけるようになると、クジラの数が減っちゃうんだよね。外国の人はもっぱら油を利用しただけで、他のものは廃棄してしまったから。近年、クジラをそんな使い方をしていた外国が捕鯨は残酷と言い出し、商用捕鯨を禁止に追い込み、今や調査捕鯨に関してもことあるごとに難癖をつけてくるのは皆も知っているよね。おかげで、和歌山県の太地町や宮城県の女川町など捕鯨で生計を立てていた町の人たちは、生計の道を変更せざるを得ない状況になってしまったんだ。いずれにしてもそういった歴史があるからなのか、世界最大の哺乳類ということもあるのだろうけど、日本人はクジラが好きなんだろうね。話を戻すと、白鯨は進水式後も川崎重工神戸工場で約1年の偽装工事を行い、2023年3月、海上自衛隊潜水艦として就役する予定と言われているよ。一番艦隊鯨はこの川崎重工業工場の近くの三菱重工業神戸造船所で建造されたんだ。来年2022年3月に就役することになっているから、これによって海上自衛隊の潜水艦は防衛大綱に定められた22隻体制になるってわけ。今後は大鯨型が就役するたびに旧型の親潮型潜水艦が随時退役していくことになるんじゃないかな。大鯨型潜水艦は、前型の双竜型とほぼ同サイズだけど、静粛性に優れていると言われているね。その静粛性をよりアップさせるために浮き課題を採用しているみたい。艦内の甲板を外角から浮かせることによって、乗組員の足音までも低雑音化し、対衝撃性もアップさせる構造になっているんだって。また外角には双竜型で実績がある音波吸収材や反射材などの装備をより発展させ、最適化しているから、逆探知を防ぐ能力もかなり向上しているらしいよ。火事としては、双竜型にも使われている X 火事を使用しているね。この X 火事は潜水艦の火事としては長所が多く、水中でも機動性が保たれるんだって。この潜水艦は福利厚生の面でも充実しているんだってな。以前は潜水艦へは女性自衛官を配置するには制限があったらしいが、ジェンダーフリー時代というわけか、この制限は解除されたぜ。それに伴って艦内居住空間内にパーティションを置いて女性用の区画を確保しているらしい。もちろん女性専用寝室やシャワー室なども整備されたみたいだな。時代に合った潜水艦ってわけだね。そうだね。そして、何より日本独自の潜水艦建造技術として、水中での動力源にリチウムイオン蓄電池を採用したことが大鯨型の大きな特徴と言えるよ。リチウムイオン蓄電池は鉛蓄電池と比較するとエネルギー密度が高く、高出力を長時間維持できる性能があり、繰り返し放充電回数も 1.5 倍以上、充電が満タンになるまでの時間も短縮されたという特徴があるんだ。こういったメリットは潜水艦を運用するには有利な点が多いことは言うまでもないよね。鉛蓄電池と違って水素ガス発生の危険はないから、乗組員を守ることができるとあって、簡単に言うと良いことずくめというわけ。リチウムイオン蓄電池は世界に先駆けて、双竜型11番艦を OUと12番艦と OUに採用されたんだ。
その性能と安全性は確認済みということだね。と言ってもソユーズ型はもともとディーゼルエンジンと非対機依存推進システム AIP であるスターリングエンジンを搭載し、水中で鉛蓄電池を使用する方式だったから、OU、東流ではスターリング機関を外したけど、リチウムイオン蓄電池の性能を十二分に発揮させる設計にはなっていなかったんだ。スターリングエンジン用に設計されたわけだから、リチウムイオン電池とは構造が異なっていたんだろうね。その点タイゲイ型は設計時リチウムイオン蓄電池を搭載する予定になっていたから、性能を最大限に引き出すことができると思われるよ。タイゲイ型は給排気効率を高めるために設計された新しい高性能シュノーケルマストが装備されているので、短時間でリチウムイオン蓄電池への充電が可能になるんだ。その結果、スターリングエンジン搭載のソユーズ型より充電時間は短縮され、かつ長時間の高速潜航も可能になったってわけ。それだけではなく、タイゲイ型潜水艦にはこの他にも最新開発テクノロジーが盛り込まれているんだよな。うんうん。光ファイバー技術を利用した高性能ソナーシステムを設置したことで敵艦探知能力が向上したし、TCM トーピードカウンターメジャーと呼ばれる潜水艦魚雷防御システムなども装備されているらしいよ。兵装としては艦首上部に6門の 533mm 魚雷発射艦が装備されていて、89式超魚雷とハープーン対艦ミサイルが発射可能となっているんだ。タイゲイ型潜水艦は現在5番艦まで建造予算が計上されているんだけど、この先も年に1隻の計画で建造される見込みだよ。当面は前述の通り、親潮型潜水艦を順次退役させながらタイゲイ型を追加して、合計22隻体制を維持していく方針とされているんだけど、親潮型潜水艦は海事では旧式扱いとなっているものの、世界レベルで見るとまだまだ1戦級の通常動力型潜水艦なんだ。中国の原潜と比べても作戦場面によっては引けを取らないと推測されるね。そんな潜水艦をこのままむざむざと退役させて解体してしまうのはあまりにももったいないので、予算が許すのなら稼働可能の状態で保存しておいて、一朝有事の際には現役復帰措置を検討してはどうかという意見があるみたい。または、他国に渡せない機密部分のシステムやパーツを無難なものに置き換えて、東南アジアやアフリカ諸国など自力で潜水艦を開発建造することができない国に輸出して、外貨を稼ぎ少しでも新艦建造経費の足しにするという柔軟な対応も検討しておくべきではないかと思われるよ。おそらく親潮型潜水艦は、某隣国の信頼性が怪しい潜水艦よりは高性能だろうから、軍備をこれから備えようとしている後発国からは我もと大モテになるに違いないんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日のテーマはみんなもよく知っているお茶についてだよ。確かにお茶って毎日飲むよね。うんうん。お茶には様々な種類があるよね。代表的なので言うと紅茶、緑茶、ウーロン茶だな。その茶葉なんだけど、実は同じ茶葉からできているんだ。そうなの？そのお茶たちは何が違うのかな？実は発酵度の違いで分けられるんだ。緑茶は不発酵茶、ウーロン茶は半発酵茶、紅茶は発酵茶に分けられるんだ。発酵具合が違うと、味や香り、色以外にも、お茶を入れた際に抽出される成分も変わってくるらしいよ。なるほど、だから味も香りも変わるんだな。ちなみにほうじ茶は何のお茶の種類だと思う？色的に言ったら、ウーロン茶かな？実は、緑茶の種類なんだ。そうなの？なら発酵してないんだね。それがね、全く発酵させないんだ。全く、わからなくなってきたぜ。まあまあ、そう言わず最後まで聞いてくれよ。その製造方法は、焙煎しているんだ。ふーん、なんかお茶によって色々な方法で作られるなんてお茶も深いね。そうなんだ。なら今日の雑学は終わりだよ。また見てね。おい、お茶、何言ってんだよ。
日本が世界に誇る海上自衛隊最大のヘリコプター搭載護衛艦だった。出雲型については、知らない人はいないよね。簡単に言うと日向型を元に大型化されたヘリコプター搭載護衛艦だな。いろんな創作物にも登場しているよね。ちなみに映画のシンゴジラにも出たみたいだよ。お前は本当にアニメや漫画とか映画とか、好きだよな。物語って自分が知らないことをわかりやすく知れるからね。ノンフィクションだけじゃどうしても飽きちゃうから。話を戻すと、出雲型はストーブル機である F-35B ライトニング2を艦載する空母としての改修が進められて、これに対して中国メディアのワンイーと香港メディアのフェニックステレビが主張を繰り広げていたみたい。今回はそんな出雲型について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。半年以上前の2021年6月に飛行甲板の耐熱化改修を完了した出雲において、いよいよ11月3日に四国沖の太平洋上で米海兵隊の岩国基地所属の F-35B が、垂直着艦と短距離発艦に成功し、空母としての新しい第一歩を踏み出したよ。海上自衛隊護衛艦の出雲と香川、この先2026年頃を目標に、空母として運用するための改修をすべて終わらせる予定で、その頃までにアメリカから導入する F-35B の飛行隊を宮崎県ニュータバル基地に編成して、両艦の艦載機とする手はずを順調に進めているところだね。中国メディアのワンイーは出雲での F-35B 発着艦試験を報じた上で、日本の軍用艦艇上での固定翼機による発着艦は戦後初めての出来事であるとして、出雲がヘリコプター護衛艦として運用されていたベールを脱ぎ捨てて、いよいよ軽空母としての本性を表したと記事で主張したみたい。それだけに止まらず出雲の基準排水量に関しても、中国の空母遼寧が5万8500トンと比較してわずか1万9500トンしかないにもかかわらず、中国の J10 や J15 を圧倒する性能を持っていることから、出雲の戦闘力は遼寧よりも高く、強い空母となることが予想されるため警戒する必要があると論じているぜ。どこかの国みたいに頭ごなしに日本より自分の方が上にだって言ってるよりマシだね。物事を客観的に見えているし、警戒できるだけ厄介とも取れるよな。ステルス性能において F-35B の方が中国軍の J15 より優れているだけでなく、レーダーとして搭載されているアクティブ電子操作アレイ AESA による、アクティブフェイズドアレイレーダー ANAPG81 に関しても、J15 が F-35B を探知できるのは 40km まで接近しないと困難であることと比較して、F-35B は J15 を 200km 離れた地点から探知捕捉できるとして、能力に雲泥の差があると報じているようだね。そう報じられた後、F-35B に対抗できる中国軍の戦闘機は J20 くらいしかないが、総合的な戦闘力は出雲が遼寧よりも強いと認めており、現段階において中国海軍は日本の軽空母を決して甘く見てはならず、もっと警戒を強めるべきだと指摘しているらしいよ。香港メディアのフェニックステレビでも同様に10月9日に出雲の F-35B 発着艦試験についての記事を掲載しており、その中で日本の海上自衛隊が近い将来2隻の空母を保有することよって海上戦闘能力を大きく向上させ、中国が増強を急ぐ空母打撃群に次ぐ戦力を保有することになるという分析を報じたんだ。また日本が南シナ海問題や尖閣諸島問題を関連づけて中国を常に仮想敵国として意識し、軍事的に対抗するために多額の防衛予算を注ぎ込んで自衛隊の装備や武器を増強して攻撃的になっていると非難し、出雲型をヘリコプター搭載護衛艦から軽空母に改修していることもその一つであると主張していたよ。軽空母改修後の出雲型護衛艦が F-35B を14から18機艦載することができるようになり、日本がアメリカから調達予定の F-35B が42機であることから、これらの F-35B がフルで空母艦載機として運用されることに違いないだろうと思われるね。出雲と加賀の改修完了後、空母運用が実現化に向けて進め、海上自衛隊が空母打撃群を編成できるようになるのは2026年以降を予定しており、その前に中国海軍は3隻目の空母を収益させて最新鋭の艦載機を最大で130機運用できるようになっており、日本が2隻を運用したとしても明らかな量で中国海軍が上回ることになり、人海戦術のように圧倒されてしまうことは危惧しなければならないことだよ。内実は中国メディアである香港メディアのフェニックステレビの記事は、日本の海事、空自の戦力強化はすでに自衛の枠を超えており、敵地攻撃力を保有していると言っても過言ではないと非難し、さらに日本が原子力潜水艦を保有する可能性もあると言っており、中国軍は日本の軍国主義復活を一部で警戒しているよ。
そりゃあ脅威が間近にあれば備えるよ。でも別に日本は中国と違って領海侵犯なんてしないもんね。この二つの記事から、中国メディアのワンイーは出雲香川中国空母にとって脅威となるとし、香港メディアのフェニックステレビは二つの護衛艦は恐れるに足らず、中国空母の敵ではないとして麻薬の主張をしているようにも見えるが、結局のところ出雲型護衛艦の空母化を脅威として捉えていることに変わりはないってわけ。中国海軍の最新鋭空母艦載機として配備が進められている J20 に関して、ジェット戦闘機としての分類上は F-35B と同じ第5世代戦闘機と位置づけられているけど、実態は米空軍が1983年から2008年まで運用していた、世界初のステルス攻撃機 F-117 ナイトホークと同等のスペックであり、レーダー反射弾面積において F-35B と比較してもはるかに劣っているんだ。仮に尖閣諸島問題が悪化して海上自衛隊と中国海軍の空母による軍事衝突が起こったとしたら、出雲と加賀の F-35B 約40機だけで中国海軍の3隻の空母の J-20 戦闘機130機と対抗するなんて NG にするようなもので、有事の際には米海軍の空母打撃軍の支援を受けないと惜敗するのが目に見えているぜ。現時点で海上自衛隊において新空母建造計画はなく、出雲型と同じヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦を空母化改修する計画もないが、日本としては中国海軍との軍事衝突の際に日米安保が機能しない事態を想定しておくことが最も重要であるんだよね。米軍のサポートは受けられないって割り切って準備した方が良さそうだね。中国が建造を急いで進めている3隻目の空母003型が就役して空母3隻体制になってしまって、130機の艦載機に対抗するためにも南西諸島に日本版空母キラーとして、君臨する陸上自衛隊の長射程地対艦ミサイル部隊を多数配備しておく必要があると思慮するよ。はっきり言って空母の建造計画は一朝一夕でできることではないし、陸上自衛隊のミサイル部隊を展開させる方が容易であり、防衛省は 1500km の長射程を持つ12式地対艦誘導弾の能力向上型の開発と配備を加速して進めるべきなんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日も雑学の時間だよ。それじゃあ行ってみよう。今日は缶詰について話してみようか。みかん缶があるのにバナナ缶やイチゴ缶とかはないよね。缶詰は長期保存のために作られたものであり、缶詰が発明されたばかりの頃は、味はそこまで美味しいものではなかったみたいだよ。今では様々な種類の缶詰が発売されるようになり、少し高めの高級感のある缶詰も発売されるようになって、味のクオリティもかなり向上したんだ。フルーツの缶詰からお菓子の材料に使うペースト、あるいは夜ご飯の一品となるようなものまで、いろいろな缶詰があるよね。そんな中でもフルーツの缶詰は食べる機会が多いものだと思うけど、よく売り場で見かけるのはパイナップルや桃、オレンジなどが多く、バナナやイチゴやメロンなどの缶詰はあまり見かけないよね。同じフルーツなのになぜ缶詰が発売されているものと発売されていないものがあるのか理由を説明するね。それじゃあ早速バナナやイチゴやメロンの缶詰がない理由について説明していくね。実はこれらの缶詰を見かけない理由には、缶詰の製造工程に関係があるんだ。缶詰は長期間の保存を目的として製造されるもののため、加熱処理をして殺菌をする必要があるんだ。この加熱処理をする際に、酸味が強いフルーツは低温短時間で殺菌をすることができるため、長期間の保存に向いている、酸味の強いパイナップルは、缶詰でなくてもそのまま焼いて食べたり、酢豚に入れて加熱して食べたりするよね。一方、酸味が弱いフルーツについては高温で長めに加熱処理をする必要があるんだ。しかし、バナナやメロンは高温で加熱してしまうと著しく見た目が変化したり、味が変わってしまうことから、缶詰にする際の加熱処理には向いていないんだよ。イチゴに関しては酸味があるものの、長く加熱してしまうと色が変化してしまい、柔らかくジャムのようになってしまうんだ。それなら、イチゴジャムで十分ってなっちゃうよね。バナナやイチゴなどの果物は今や輸入なども含めて一年中食べられるということもあって、あまり缶詰の需要がなく、わざわざ缶詰にして食べる必要がないってのもあるよね。日本では見かけないフルーツの缶詰も、実は海外では売られているのもあるんだ。あくまで味覚の上で缶詰にするのには向かないけれども、製法上缶詰にすることはできるからね。例えば、中国ではイチゴの缶詰の販売がされていて、さっき言った通り少し柔らかめのイチゴジャムのような味わいみたいなんだ。タイでバナナの缶詰が販売されていて、これはバナナの果肉の色が生とは違い、味や食感も生鮮バナナのイメージとは全然違うそうなんだ。
特に珍しいのはスイカの缶詰があるんだ。スイカを缶詰にするという発想が日本人にとってはかなり意外に感じるけど、スイカのみずみずしさは失われてしまうため、生のスイカとは全然違うものになっているみたいなんだ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。日本の戦闘機産業は、かつてゼロ戦を作り上げた三菱重工などが尽力しているね。ゼロ戦はかつて日本を代表する戦闘機だったもんね。映画なんかでもよく出てくるし、国民にも最も周知された戦闘機なんじゃないかな？そうだな。関連企業が F1、F2 という国産戦闘機の開発実績なども生み出しているが、アメリカから最新鋭戦闘機を購入するなど、国の事情によって配備される戦闘機が変わる、という状況でもあるぜ。そんな事情の中でも、次世代戦闘機の開発については日本独自の路線で進めようということになり、国内企業を中心としたコンソーシアムが立ち上がり、2035年の収益を目標に作業が進められているみたい。だが、この次世代戦闘機の開発にあたって、日本が大きなトラブルに直面していると言われているな。うんうん。さて今回は、日本が抱えているトラブルの真実、そして次世代戦闘機の開発の今後について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本の次世代戦闘機の開発は、すでに試作機の製作過程に進んでおり、2020年代後半には試作機による試験飛行を積み重ね、2035年の正式採用に向けた量産機の製造ライン設置に向けて、準備を進めることになると考えられているみたい。もちろん、この次世代戦闘機には日本ならではの技術をふんだんに盛り込むことが想定されており、特に注目されているのは窒化ガリウム技術だね。窒化ガリウム技術って何？窒化ガリウム技術は、2022年現在でも多くの電子部品に取り入れられているもので、私たちの生活に身近なところでは、スマホの充電器に窒化ガリウムが採用され、高速充電の実現に寄与しているんだ。そもそも窒化ガリウムを採用することで、急激な発熱の抑制につながるってわけ。つまり、スマホ充電器が充電中に発熱しないのは、窒化ガリウムが発熱を抑制しているわけだね。この窒化ガリウム、次世代戦闘機のエンジン部分への採用が期待されているんだけど、ジェットエンジンは瞬時に高熱を発するため、その際に周辺部分の破損や機器の損傷をもたらす危険性があるんだけど、窒化ガリウム技術を採用することでそれらを防ぐことが可能になると期待されているんだ。このように、日本の次世代戦闘機については様々な新技術が採用されることが期待されているけど、その進捗状況や盛り込まれる技術や兵装について、詳細な情報が漏れ聞こえることはあまりないよね。もう少し情報を開示してくれてもいいのに、と思ったりもするけど、最新技術の漏洩を危惧するなら、なんかよくわからないけどすごい性能らしいぞと匂わせておく方が、中国も北朝鮮もびっくりするかも。そんな次世代戦闘機の開発について、久々に情報がもたらされたのは2022年2月のことだね。2022年2月15日、イギリス国防省が戦闘機用センサについて、日本と共同研究を行うことに合意したと発表したんだ。久々に日本の次期戦闘機開発に関係する、具体的な動きが報じられる出来事であったように思えるよ。今回発表されたイギリスと日本との共同研究は、2022年4月からイギリスのスコットランドで始められる予定とされており、イタリアの防衛産業大手企業の現地法人レオナルド UK が、アーキテクチャを提供することになると思われるんだ。このレオナルド社は、イタリアをそしてヨーロッパを代表する軍需企業で、イギリス関係では共同開発で生み出されたユーロファイタータイフーン戦闘機のレーダー開発を担うなどの実績もあることから、今回の日本&イギリスの共同研究に関与することになったと言われているみたい。日本とイギリスは、レオナルド社が持つ共用作業の経験と経緯から、戦闘機用センサについて先進技術を有するレオナルド社、そしてそのイギリス現地法人レオナルド UK 社を選択したわけだけど、これにはイギリス側の強い事情があったものと言われているよ。イギリスにおいて、今回の共同研究はジャガー、ジャパン&グレートブリテンユニバーサルアドバンスド RF システム通称ジャガー計画
と呼称されており、これに用いられるユニバーサル RF センサ技術は非常に高度な索敵能力を実現する、まさに計画の要となる部分であるとされているんだ。ちなみに、レオナルド有権者によれば、その新型センサは従来のものに比して1万倍以上にも相当する戦場でのデータ収集が可能であるとし、これまでにない超高速で敵を検知することができる能力を発揮するものだと説明されているぜ。日本の次世代戦闘機開発の観点から考慮すると、今回のレオナルド有権者とのセンサ類、そしてイギリスのロールスロイス社と機関部の共同研究といった相次ぐ共同研究により、欧州の最新鋭技術を難なく手に入れることができ、その結果完成させる次世代戦闘機は、まさに最新鋭の第6世代戦闘機であると期待されているよ。今までの日本における戦闘機開発は、国産機とはいえども、実際にはアメリカの軍需企業が肝心の部分をコントロールし、いわば現地生産レベルの行為しか認められず、国産と名乗るのは少々歯がゆい部分があったのも事実なんだよね。緊張する近隣国との関係がどうあろうとも、アメリカの意向で2000級の戦闘機や技術しか与えてもらうことができず、1000級の兵器はアメリカ自身が運用する。それで日本を一緒に守ってやるからいいじゃないか。といえば聞こえはいいんだけど、2022年になって国際情勢は急激に変化しているよ。EU や NATO への加入を望んでいたウクライナに対し、ロシアの軍事的圧力が増す事態となっても、アメリカはロシアを牽制するのみで、結果的にロシアによるウクライナ侵攻を許す結果となり、侵攻が始まってもアメリカや NATO はウクライナのために軍事力を行使することはしない。ウクライナは強国の事情に翻弄され、戦争に巻き込まれてしまったと言っても過言でないんだよね。日本は違う、日米安保条約があるじゃないかという人もいるだろうけど、でも、尖閣諸島に中国軍が押し寄せて不法占拠したとしても、沖縄のアメリカ軍は一緒に戦ってくれるのかどうか怪しいんだ。民主党政権になってから、アメリカの関係筋からは尖閣諸島などの領土問題は当事国の問題と言い切られ、日米安保条約の範囲に尖閣諸島を含むのかとの疑義に対しては施政権の及ぶ範囲とはぐらかしているアメリカ。そんなアメリカに国防を頼り切っているだけで、本当にいいのか疑問だよな。だからこそ、今回の次世代戦闘機の開発は、いわば脱アメリカ依存の解消という命題を抱えていると考えるべきだぜ。その点、イギリスがここまで協力してくれる令和の日英同盟が生まれたことは、ありがたいことだと思うよね。とは言いつつも、日本の次世代戦闘機開発には、パートナー企業としてアメリカのロッキード・マーチン社も関する予定となっているみたい。これは、正式な合意と契約締結がやがてなされるとは思うけど、日米安保条約で一緒に日本を守ると決めている以上、兵器の運用や補給などにおいてアメリカと共通理解をしておく部分は必要だし、この関係をキープしておくことも、今の日本にとっては諸般の事情としては理解できる部分だね。そもそも、日本の次世代戦闘機は日本が独自に仕様を定め完全に自国内での単独開発を行うのか、次世代戦闘機の開発に迫られている他国との共同開発を行う、そして他国で開発された戦闘機に改良を施すイコール購入するのか、大きく3つの選択肢があったわけなんだ。2022年2月の時点の状況から考えると、今の日本は単独開発と共同開発の中間を進んでいるように思えるよ。2018年12月に安倍内閣が閣議決定した方向性では、国外関連企業との連携を視野に入れつつ、日本が主導する戦闘機開発を推進するというものであって、自国開発メインの方針を強固に打ち出したものだったんだけど、実際には経済的な合理性までを加味するとその実現が困難である実情が浮かび上がっちゃうんだよね。例えば、航空自衛隊でも導入を始めているロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機たる F-35 ライトニング2は、すでに開発費総額が6兆円を超過しているとも言われ、今後も継続されるアップデートを考慮すればもっとその金額は増えるわけで、日本単独でこれだけの費用を捻出できるのかといえば、正直言って無理であることは間違いないんだ。次世代戦闘機の開発には金がかかる。その実情を理解している国々も増えており、近年の世界的な戦闘機の運用においては第5世代戦闘機の登場は進みつつも、従来の第4世代戦闘機に近代化改修を行い、一部に限定的なステルス性能やレーダーセンサ類を強化することで延命している国々も多くなっているみたい。ウクライナ侵攻が始まるまでの世界情勢は、大きな戦争や紛争が行われることもなく、むしろ戦闘機をはじめとする様々な兵器の延命を行い、
開発コストを延命することに終始していた状況だったしな。ウクライナ侵攻によって世界情勢に変化が見られるとはいえ、日本の次世代戦闘機は2022年度より本格的な設計に着手するスケジュールとなっていることは事実だよ。そのことが、日本の国防計画の見直しの契機となり、次世代戦闘機の開発が加速するようなことを期待しているのは、多くの人が思っていることだよね。通称 F3 と呼ばれることになるであろう。日本の次世代戦闘機だけど、なかなか日本独自の技術だけでは世界レベルの戦闘機になり得ない部分もあり、その部分をイギリスやアメリカの力を借りながら補っていく、というのが当面の方向性のように思えるかな。今後、どの程度次世代戦闘機の情報が公開されるかはわからないけど、公開されることで中国や北朝鮮などが多少なりともおとなしくなることを期待しているよ。そして、そのための次世代戦闘機となってくれることを期待していようか。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。